はい、どうもこんにちは。映像制作の家門です。はい、今日はですね、モーグラフの中のテキストを立体にしてオブジェクト化する、まあモーテキストというものがありまして、 3D の物体ってあの表面に線が入ってて一面一面分割されているんですけども、ポリ FX というのを使ってこのように粉砕させて飛び散らせるっていうようなことをやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。まずモーグラフからモーテキスト、ここですね、出していきます。これで、はい、テキストが出てきました。もう立体になっている状態です。まず文字はここですね。ここを打ち替えれば入れ替わります。名前変えてみましょうか。イエモン。はい、ここでとりあえず文字のデザインをね作っていきます。このフォントっていうところでなんかね自分のお好きな感じのフォントを使っていただけたらと思いますけども、はい、こんな感じのフォントにしておきましょうかね。はい、押し出しもう少し分厚くしておきます。40ぐらい押し出しておいて、キャップ、これをキャップとフィレットつけると文字の縁がこんな感じになります。後ろもこういう感じでキャップとフィレットしておきます。今回はここのタイプっていうところを四角ポリゴンにして、この分割数をもっともっとね増やしていきます。この時に表示がグローシェーディングになっちゃってると全く何も見えないので、どのように文字が分割されてるかっていう線がね見えるようにしておいてください。正方形分割にもチェック入れておきます。で、文字のデザインはこれで OK です。で、こっからポリ FX をかけていくんですけど、線に沿ってね文字が粉砕されるような動きを作ることができるので、じゃあ、まずモーグラフの中からここですね、ポリ FX 選択します。で、このポリ FX にランダムというモーグラフのエフェクターをかけていきます。イエモンのこの文字のオブジェクトにかけるんじゃなくて、ポリ FX にモーグラフエフェクターランダムをかけます。で、ポリ FX のエフェクターってところにランダムがかかりました。このランダムのエフェクターがかかったポリ FX を、モーテキストの下に入れます。すると、このようにね、ランダム状に粉砕されました。今、全部粉砕されてしまっているので、これを最初お見せしたこの状態のように、一部分だけ粉砕したデザインにします。というところで、ポリ FX の設定のところで、減衰っていうのがありまして、減衰の形状、をいろいろ変えることによってこの形状に沿って粉砕させることができるようになるんですけど、まあいろいろねこういうボックスだったりとか円柱いろいろありますけど、今回はこの線形っていうのを使いまして、これが今 Y 軸方向から粉砕されるような向きになっているので90度に回転させまして、こっから徐々に粉砕していくデザインにします。この辺りまでですね、ほぼほぼこれで最後まで見た目は完成しましたね。で、少しだけアニメーションをつけていきます。イエモンを選んでもらって、このモーテキストを選んでもらって、モーグラフエフェクターのタイム、これをかけていきます。で、今初期設定だとこのまま回転していくアニメーションができているような状態なので、このタイムの角度、今これが90度になってるんで、このままこのようなアニメーションになってるんですけど、これをまあ10度ぐらいにしてあげるとゆっくりアニメーションします。タイムエフェクターの1もクリックしてあげて、この Z 軸方向にマイナス10度ぐらい手前にね、アニメーションしてくるように設定してあげます。文字のアニメーションはこれで OK ですね。で、一応この粉砕されてるポリゴンですね、少しだけアニメーションかけていきます。で、ポリ FX 選んでもらって、このエフェクターっていうところ、このランダムの下にタイムもかけていきます。ポリゴンにもちょっとした変化をつけてアニメーションさせることができますので、こうまた別のパラメーターで、アニメーションさせたい場合やったら、もう一個モーグラフのエフェクタータイムかけてあげまして、
タイム1ね。ここを変えてしまうとテキストのアニメーションも変わってしまうので、もう一個タイムを出してきまして、それをポリエフェックスにかけまして、これをね、例えば500とかにするともっともっと文字のアニメーションは変わらず、粉砕されたポリゴンのアニメーションだけ早く回転させることとかもできますし、この位置を変えてあげるとか、もっとこう激しく粉砕させることもできます。手前にね、バーンとこうやって簡単にアニメーションをつけることができるので、このタイムというエフェクターを使えばもっとね、手前に粉砕させたりとか、わーっていうできますんで、便利なんでね、これもポリエフェクスとタイムっていうエフェクターを使うと、まあ、粉砕させてアニメーションさせるっていうのが簡単にできますので、よかったら試してみてください。まあ、今回はこのタイム位置は消しときまして、このモーテキストにかけてるタイムエフェクターを同じようにポリエフェクスにもかけていくので、今回はこれで完成ということにしたいと思います。あとはね、まあ、ここでは詳しくやりませんけども、まあ、スタジオのライティングを、まあ、プラグインで僕はよく入れるんですけど、作ったマテリアルにかけまして、あとはライト入れまして、カラーってみましょうかね。この辺はね、いつもお話ししてる通り、またライトはライト、マテリアルはマテリアル、それはそれで説明していきたいと思いますので、はい、今回はこれで完成ということで終わりたいと思います。まあ、こうやって、シネマ 4D の機能を使いまして、いろいろ解説チュートリアルやっていってますので、よかったらチャンネル登録して、他の動画も見てみてください。ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。